平成中村座、平成中村座は2000年に東京、浅草で初演された歌舞伎公演である。平成中村座発祥の地記念碑平成中村座の停止幕、中村座に起源を持つ。歌舞伎役者の18世、中村勘三郎と演出家の櫛田和美らが中心となって、浅草、墨田公園内に江戸時代の芝居小屋を模した仮設劇場を設営して、 平成中村座と名付け、2000年11月に、歌舞伎、墨田川俗面影法解剖を上演したのが、始まりである。翌年以降も、会場はその時によって異なるものの、ほぼ毎年、平成中村座を冠した公演が行われていたが、ザスの18世、中村勘三郎が2012年12月に亡くなった、ため、2013年は、公演を行わなかったが、 カンザブローの意志を継いだ長男の六代目、中村カンクロうが座数を引き継ぎ、2014年に、実定の二代目、中村七之助、二代目、中村指導と共に、アメリカ合衆国、ニューヨークで、平成中村座復活公演を行った。初演から2004年のニューヨーク公演までは仮設の芝居小屋での上演を特色としていたが、2006年の名古屋平成中村座公演以降は、 既存のの施設を利用してて演も行われている平成中村座公演の特色の一つは、江戸時代の芝居小屋である中村座の雰囲気を模した劇場空間である。その特徴として、江戸時代に中村座で使用されていた白、柿色、黒の定式幕が使われることや、劇場の内外に中村屋の門である角切れ銀杏が描かれることなどが挙げられる。また、 本公演とは別に若手役者中心の配役で支援会を行うこともある。2009年には、ザインが日本マクドナルド、マックカフェの CM に門付き袴姿で出演した。ありがとうございます。